んにちは、シェルです。今回は私が今着ているこちらのモンクレールのダウンについて質問があったので、そちらにちょっとお答えしていきたいと思います。こちらのマークでおなじみモンクレールのダウンです。ダウンのブランドだったらやっぱりモンクレール結構高いですよね。私が今着ているのが、ロングコートのダウンなので、こちらお値段が30万円です。こちら新しい形のものではなくて、もう5年ぐらいかな着ているものなので、こちらはね本当に買ってよかったかなと思います。形に一目惚れして買ってて、値段見てなかったから値段見た時衝撃を受けたけどね。そうでもね、本当にあったかいし、なんといってもこのファー、多分このファーだけでもね10万円ぐらいすると思うんですよ。今でもモフモフでかなり可愛いボリュームのあるファーだと思います。はい、これはねつけたり外したりができるんですけど、やっぱつけてる方が可愛くて個人的には好きです。今日は全身でお見せしていきたいと思います。こんな感じ、膝丈ぐらいまであるロングコートバージョンのまあダウンですね。ロングコートなので本当に暖かいです。足元が素足とかだとやっぱり足寒いなとかなるんだけど、体の8割ぐらいはねこのダウンコートによってカバーされているので、結構寒い冬でも暖かくて私的には結構気に入っています。やっぱり高いだけありますね。まあ私がね購入したモンクレールの、まあ、ポイントとしてはダウンって結構こうモコモコしてて、こう厚ぼったく見えるものが多いと思うんですけど、こちらのダウンコートは縦に長いのと、あとなんといってもこのねベルトでウエストをキュッとしてくれてるので、やっぱりスタイルがすごいよく見えると思います。うん、はい、ダウンのベルトです。こんな感じで外したりもできるんですけど、やっぱりここのね腰のあたりをキュッとしてくれてると、全体で見た時にかなり綺麗に見えると思います。ジッパーのところがこんな感じでね、可愛くモンクレールのねマークが入っていたりとか、あとはこれはねポケットがすごく多いんだよね。ここに2つあるんですけど、このサイドにもポケットがあります。はい、あ、なんか入ってる、トランプ入ってました。トランプ入ってるの気づかなかった。冬の季節小さいバッグで出かけてもポケットにねいろいろとしまえるので、今だったら例えば除菌スプレーとか除菌シートとかも小さいバッグに入れるとかさばるじゃないですか。そういうのがねこうたっぷりとポケットに入るので、すごいいいなと思って使っています。こちら、はい、開けるとねこんな感じでチャックが一応下からもね開くようになってます。あとはここにねボタンがついてるので閉めることができます。首元もカバーされるので、マフラーとか逆にいらないですね。それぐらいあったかいです。お値段以上かなと私は思います。この先もまだまだ長年使えるんじゃないかなと思っています。はい、本当にお気に入り、このモンクレちゃんは。最近本当に気温が下がってきたので寒いんですけど、もうこれ着ればある程度は大丈夫ですね。やっぱりいいものはいい。はい、まあ、モンクレールのねダウンについて質問があったんですけど、クリーニングどうしてますかって聞かれたんですよ。私はあんまり気にせずに近所にあるクリーニング屋にねポンポン出してたの。前は宅配のクリーニング屋とか出してたんだよね。であんまり値段見てなくって、去年の秋ぐらいに、ちょっと季節的に遅いんだけど、チェーン展開しているスワローチェーンだったかな、クリーニング屋さん、そこにね持ってったんですよ。そしたらこのモンクレールっていうそのブランドは通常のまあお洋服ダウンとかとはちょっとお値段変わりますと、いいこうやっぱり物を使ってるからか、なんか通常価格ではないっていう話だったんだよね。でそれで結果いくらだったかというと、ダウン1着クリーニング出すのに1万円、クリーニングにしてはちょっと高いなと思ったんだけど、まあそもそも30万するし、やっぱり長持ちさせたいなと思ったので、まあ出したんですよ。こちらのファーで5000円、こちらのロングコートのダウンで5000円、合わせて1万円、そんな感じでした。ファーとかをね出さなければまあ5000円ぐらいだったのかなと思うんですけれども、まあ、トータル1万円だったわけですね。あとはその質問者さんから、こういうマモンクレールとかみたいな高いダウンって高級なクリーニング屋さんに出した方がいいんですかって聞かれたんです。で私は高級なクリーニング屋さんって何って思って知らなくって、そういう専門のクリーニング店があるんだろうね。私がいたクリーニング屋さんに言われたのは、そちらのお店でやってるクリーニングじゃなくて、どっか違うところに持って行って、そのモンクレールを扱ってる、クリーニングしてくれるところに一旦渡して、それから戻ってきてるみたいな感じだったんだろうなと思って、もしかするとそこが高級なクリーニング屋さんだったのかなって感じたんですよね。と一応このファーに関してだけ注意事項というか誓約書なんていうのを書かされました。もしかしたら毛が焼けちゃったり抜けちゃったり、ちょっと傷む可能性があります、ご了承ください、
サインしてくださいっていうのがありました。私の場合さ、大雑把で大型だから自分で保管しといたりすると結構ファーがぺちゃんこになっちゃうから、やっぱクリーニングにはしっかり出しときたいなと思ったので、まあそれをまあ了承しましたという感じで、まあサインして、それでクリーニング出したんだけど、結構ちゃんと生き返って戻ってきました。ホワホワになって戻ってきたので、まあ、結果良かったかなと思いました。なんだろうね、高いダウンとかそういうブランドのものって普通のクリーニング屋さんじゃ取り扱ってくれないんだなと思って、ダウン自体もすごい綺麗になって戻ってきたんで、まあ全ては良かったんですけれども、私の場合はクリーニング屋に行った時に、まあ、そういうお話をされました。うん、だけど多分宅配のそういうクリーニング系とかってそこまで聞かれたことがないんだよね。まあ後から請求されてるのかな、高くなったりとかして。あの普段ね、私が着てる洋服とかってクリーニングに出すことってほとんどないんですよ。もう本当にダウンとかコートとかそれぐらいだったので、そのあんまりそういうクリーニングの価格帯というのが分かんなかったんだけど、今回ねその使用したクリーニング屋さんではだいたい1万円ぐらいでやっていただいて、ちゃんとホワッとしてね戻ってきました。まあただこれはクリーニング屋とかの問題ではなくて、長年使ってるっていうのがあるので、やっぱりこの金属部分っていうのかな、メッキが剥がれてるというか、擦れてちょっと色が変わってしまってる、うまい言葉で言えばなんかこうヴィンテージ感が溢れてるって感じ、そういうのはちょっとあります。このベルトのところも金属なので少しだけここにね傷がピーって入ってたりするんだけど、まあ実際ねそんなに近くで見ないとわからないから、まあそこまでなんだろうな、気にする傷は今のところはないかなっていう感じです。たまにそのファーが傷むからやめた方がいいよとも聞くから、ちょっとそこら辺はさクリーニング屋さんによるのかなっていう感じなので、もしもあのクリーニング系に詳しい方がいたらコメント欄で教えてもらえるとすごく嬉しいです。ちょっと参考にさせてください。一応今年もこの冬の寒い季節が終わったらそこら辺の近所のクリーニング屋さんには持っていくつもりではいます。まあもしこのモンクレールがズタボロになってもまた同じモンクレールで買いそうな気がするな。今のところはね、また新しいブランドとか出たらわかんないですけど、ちなみにこちらのモンクレールのダウンを買った理由が、5年前ぐらいに真冬のカナダに行ったんですよ。でその時に、カナダがマイナス20度だと、本当にマイナス20度はやばいぞって言われてて、それで私薄っぺらいコートで行こうと思ってたんだけど、ちゃんとしたダウンがいいなということで、まあこのねモンクレールを買った、これがねまあ買うきっかけだったんだけど、まあ結果日本の冬もさまあ寒いじゃんね、なのでやっぱ買ってよかったなって思います。まあ今年もこのモンクレちゃんで寒さをねしのぎながら体調には気をつけて頑張りたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。